ハロー、ヒキボンです。帰ってきました。青鬼4倍速。懐かしいなー。パート1撮ったのがいつだっけ？約3年ぐらい前ですね。すっかり青鬼の存在を忘れてたヒキボンですよ。まあ、前回と比べて、もうトーキングスキルとかもいろいろ上がっているんで、楽しめるんじゃないかな。じゃあ行ってきましょう、コンティニューで。え、ちょっと待って、ファイル3でいいんだよね。バカみたいに、ここか。で、これでアイテム、オッケー。うわー、早えなー。ん？あれ？こんな遅かったっけ？ちょっと、あれ、なんか遅い気がするぞ。これどっかで間違えたか？もうわかんねえよ。もう久しぶりすぎてわかんねえ。もう4倍速でいきます。もう前回が4倍速だったか何倍速だったかもうわかんねえ。もうこのままいきます。もう実況放棄も同然なんだけど。うわっ！ ちょ、待って、どうやって来た？ 携帯の通知も来たし。待て。これもしかして？来ない！うわ、ランダム要素ってあったんだよ、青に。ちょっと待ってよ、もう怖い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 。もうモンストグループが。で、アイテムが、ハンカチは関係ない。ドアノブさ、わかった。和室ね。もう前回が昔すぎてね、もうどこまで映ってるかわかんねえわ。怖い怖い、ちょっと待って、怖い、ちょっと、怖いな、和室ってここだろ？確かこっちだよね。うん、このバージョンはね、一回ね、通常バージョンでクリアしてるからね。確かこっち、こっちないんだ。で、ここらへん、あったあったあった。でもその前にね、ここやっとかな、あーっと、危ない。セーブで、基本的どこでもいいんだけど、4にしとこう。いるんだよな、ここに。ちょっと待って、ルート確認。こう来て、こう、OK、行こう。ちょっと待って。行くぞ。うわあ、ちょっと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 、いやあ 待って、やっぱ、はい。こ、あ、ちょ、待って、なにこれ、なにこれ、なにこれ。ああ、ちょ、待ってよ、またカットの連続じゃねえか。もう、慣れねえよ、もう。よいしょ。ああ。ちょっと、練習。こ、ああ。行こう、これ。ここら辺かな。うわー、もう クソ、4倍速が慣れない。ちょ、待って。こうか。 よし。来た来た来た。部屋から出るのがむずい。これが怖ないんだ。落ち着け。チョンパ 首チョンパ。もうね、何人目のヒロシ君だろうね。よいしょ。いくぞ。あっと、もう主人公が倍速になってる気がしねえぞ。青鬼だけクソ速くなってんじゃねえか、これ。あー、ちょっともう一回ルート確認。こうやって、こう、あ、難しいんだよな。こう、オッケー。こう、あ、こう、で、こう、オッケー。今の上手くなかった？ちょっと、青に来てる時だけこれ出してほしいな。うちょ、ちょ、出だし遅れたのになんかうまくいったけど失敗した。もうね、もうほんとクリアできるのかって思いますよ。もう鳥肌がね、やるたびにやばい。ちょっと待ってよー。これクリアした人いるんでしょ、僕の大好きな実況者に。うわー、くそー、どうやってクリアしたんだこれ。
よいしょ。ああ、落ち着け落ち着け落ち着け。目も慣れてきた、だいぶ慣れてきた。こうやって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 、ああ間違えた。こうやってこうやってこう、ああ惜しい。もうね、ゲームセンスのなさがね、ここで出ちゃってんだよな。毎回一マス違い。ちょっと気持ち遅めに。ここ、ああ、まだ早い。目で見ろ、目で見ろ。ここ、ああ。コントローラー繋がってるからな。言い訳にしかなってな。これ一回このグリングリンの方でやったら案外いけるんです。あ、いや、いけるいけるこれ。あ、でもね、こっちも大して変わんねえような気がしてきた。このグリングリンのグリップの、今どうだった？あ、いったいった。よいしょ。グリングリンの方がいける説、いける説、いける説、いける、いけない説。これグリングリンの方がいけるんじゃないか。グリングリンってみんな伝わるかな。あ、ちょっといいコントローラーが欲しい。プレイステーションのコントローラーが欲しい。ああ、うん、よいしょ。もう携帯の通着信、ここ入れたような気がするんだけど、あれー、ここミカいなかったっけ。まだ来てないのかな。パート1を把握してないんですよね。ここ、ああ、壁ついた。こう、ああ、こうやってこうやってこうこうやってこうやってこう、123、あっ、うわっ、あっ、ちょっと待って。もう練習中、もう行こう。あれ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 、ここ練習したのにな。あれおかしいな。こう、ああ、もうね、もうドキドキが止まらない。灼熱の卓球娘じゃん。こう、あら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 、もう一プレイがね、もうダメ。はい、すいません、ちょっと邪魔が入りました。いくよ。ああ、これはあのたけし部屋を諦めた方がいいかもしれません。ちょっとこれはこう、ああ、これはね屋上行ってこう行ってこう行ってこう、これが安全策だね。これ来るな、絶対来るな。この帰る間に来るなよ。これが安全策だな。あーマイガー。ちょ待ってよ。ここ。怖く怖く。ちゃ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 。よいしょ。あーん、どこ向いてんのお前。ほんま、あー、123、はい、123、はい、123、はい、1、うわー、ちょ待って、うそだろ。早くねか。123、はい、あの瞬間、今努力すればね、なんとかできるんだね。確かここ閉まって、ここ開け、あ、ここだけ、オッケー、ライターを手に入れた。おっしゃ、来た。
で、ここに来るんだよね。壁に違和感を感じますね。アイテム。で、皿の破片。で、アイテム。ドアノブ。行こう。で、ここでアイテム。ライター。え？つかないの？え、つかないの？え、どっか。え、確かライターオイルってミカのとこで、あれどっか取りこぼしてた。あ、ここまだ拭き取ってねえじゃん。何やってんだ。洗剤も取ってねえ。もうやることいっぱい。全然やってねえじゃん。まあまあ攻略法ぐらいは覚えてるんで。ここじゃないな。お、もうあれ、これ、あ、うわっ、びっくりした。こっからか。うん、もう青鬼がねランダムになってるからね、完全に。こうやったらあれですね。で、ここ、あ、アイテムでハンカチ、うん、来ないんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、ここでセーブで4176、オッケー。ここ開くんだよね、確か。ちょっと待って、176でしょ。ちょっと待って、これ時間がいるやつ。ちょっと待って、操作方法はこう多分ね、うん、1と7は変わらないから、6が9かあれって話でしょ？ OKOKOK。こうなってたから、これだから、6の反対、ここが9で、で、ここが7で、で、ここが6で、で、ここが1。よし、来た。で、これでミカちゃんルームに行けると。OK。あー、もう大して進展してねえんだよ。おお、来た。で、ここにライターオイルがあるんだよね。早えな。よいしょ。はい、オッケー。あ、よし、オッケー。で、セーブ。もう一回一回セーブしないとね。でも、ここ、しばらくここが完全な生存ルートになるんで、ヒキボンくん。そうか、ヒキボンって名前か。無事でしたか？他のみんなは？さあ、はぐれてしまったから。そうですか。レッツゴー、トゲザー。ちょっと自動ポケモンって、ちょっとつか。OK。まあ、正しい会話の内容は一時停止するか、他の動画の人を見てください。よし、行くよ。もうセーブ。意味のないセーブかもしれないが、やっとかないと気が済まない。よし、これで1階に行けるはず。青に来んなよ。で、これ、あ、そっか、やってねえのか。アイテム、皿の破片、アイテム、ドアノブ、で、入る。で、アイテム、ライターオイルを、はい、入れて、アイテム、ライターを、つける。で、はい、オッケー。で、ここに、はい、これ、ある。で、ここで、念のためセーブしとく。あ！やめるわ。ダメ、オッケーオッケー。セーブで、1にセーブしとく。で、ここ、普通は閉めとかなきゃいけないけど、ちょっと4倍速のあそこを見てみたいから、あえてしない。で、これ取る。はい、え目で追いつかなかったぞ。コンティニュー。で、これで、セーブ。で、間違えた。ここ閉め。いやー、もう操作方法が。で、ここで取る。はい、えなー。はい、えなー。はい、えなー。はい、えの一言だわ。操作方法がまだ慣れてない。で、行く。で、何手に入れたんだっけ？地下室の鍵か。オッケー。で、ここはもう何もないんだよね。もう30分録画してんのか。早いな。で、地下室を開けると。忘れてた。あるんだっけか。もう分かってんだよ。来ることは分かってんだ、てめえ。
タンバっとって、あれ、あ、びっくりした。一瞬固まった。オッケー、行くぜ。おはようございます。おい。ちょっと予行練習しとこう。危ない危ない。予行練習する暇もなかったで。皆さん、ここから逃げ切るのが天才です。あ。横練習しとこう。こうやってこう。オッケー。固まるのがラグがあるのが一番怖い。よし。こうやってこう。ああ、惜しい。でも今までと比べてね、距離がね、相当少ねえから。これはいけるよな。よし、来い。いける。来い。よし。まあここはね、ここは簡単でしたから。でセーブ。オッケー。行こう。でこれでミカちゃんを一応調べて、まあ意味ないと思うけど調べて。で無反応。オッケー。冷たいね。よし行こう。でこれで地下室行って。で確かここがなんかあったんじゃなかったっけ。あー、マイナスライバーか。ここがあるんだよ、確か。マイナス。よし、よいしょ。よいしょ。あ、これは、よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、よいしょ。で、これで取れるんだっけ。で、セーブで、3、OK。で、行こう。で、こうやって、一回、ちょ、よいしょ。もう、操作が難しいっちゃら、しない。で、よいしょ、よいしょ、よいしょ。でこれでよいしょでこれで、あー、ちょっとでこうやって乗って、地下牢の鍵を手に入れて降りて、でここでセーブ。あ、間違えた。これセーブして、でこの後に三河鬼が来るんだよね。でこの三河鬼から逃げ切ったらパート2にしよう。もういいんだよな。ここかよし。よし、いくぞ。あ、もうビビりすぎ。ここか。これしばらくタイムラグがあるから、これ来た、来た。よし、オッケー、来た。来たー。もう何度も同じ手が通じるところがね、青鬼のね頭の悪さをね示してるわけですよ。よっしゃ、来たー。じゃあ今日はここら辺にしましょう。はあ、やっと進んだ。もう30分録画してるよ。じゃあ久しぶりの青鬼でしたけど、なんとなくいけた気がします。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあチャンネル登録お願いね。宣伝もお願いね。ご視聴ありがとうございました。グッバイ。